膝の裏、ゴルフボールみたいな塊がある。でそれをもう手技でもう完全に破壊しに行きます。その軽くやって、あ、治療もね、心の時代っていうようなものを、うん、こんにちは、九電流の網取久です。こんにちは、九電流認定講師のぶ整体院長関塚信之です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、膝の裏、こっちの裏が痛いって言ってね、いうあのおばあちゃんとかこの前やったんですけど、でそういう人たちも結構多いんですよね、はい、でそういうあの特徴はね、まず正座ができないんですよ。あ、います、ね、こう痛い、こう曲げてこういうふうにこうグッとこう正座ができないの、ね、だから何て言うんだろう、こう立つ動作もきつくなるんですよ。っていうのは曲げられないということは膝が伸ばせないんですよ。綺麗に伸ばせないんですよ、はい、だからいつもこう曲がった状態で足もこういう風に進むでしょう。だから人間っていうのは膝がこういう風に曲がった状態だと顎は上がるんですよ、はい、顎は上がって首詰まって肩痛い、背中は曲がるということになってくるんですね。だから膝をしっかり伸ばすと肩の力が抜ける、だから楽になるんだよね。いつもこう痛いなっていう人は立った姿勢を見て、膝の姿勢を見ていけば、あ、もうそれはこっちから顎上がってるじゃない、来てるじゃないっていう、ここから直さないとっていう話になるとかね、指導とかそういうこともしてるはいるんですけどね。で今日はね、その膝の裏が痛い、この曲がらない、曲げこうしっかりこう曲げられないっていう人は、この膝の裏にね、リンパだったり脂肪だったりした塊がね、ゴルフボールみたいな塊があるんですよ、はい、でそれをもう触ればすぐ分かる、誰でも分かるんですよ。でそれをもう手技でもう完全に破壊しに行きます。その破壊した、壊しに行く、全然違うんだよ、骨じゃないから安心。お年寄りも喜びますね。喜びます、はい、もうぜひね使ってね、試してみてくださいね、はい、では始めます。はい、よろしくお願いします。楽しみです。はい、ではですね、今膝がねこれ曲がらない人っていう施術をね、まあ、これからやっていくんですけども、膝が曲がらない人っていうのは膝が伸ばせなくなります。曲がらないから伸ばせなくなるんですよ。でそれの原因はこの膝の裏のこういう硬いリンパだったり脂肪だったり悪玉って言われているものなんですが、こういうこの塊を取るということが大事なんですね。でその時にね、今回私はねいつも使ってるのはこういうまたアイテムなんですけど、カッサっていうものを使うんですけど、こういうものでね探すわけ、こうどこにあるんだっていうふうに探す。でこの探し本当にね痛いところっていうのはもう本当ね軽いでしょ、軽くやってるんだけど、これコツンコツンとこう塊のようなものがあるでしょ、はい、これを見つけて崩していくわけ。でも難しくない、簡単、いろんなところにあるんだから、それを見つけて流していくわけで、ほらこういうとこもなんか気持ちいいですね、うん、痛いけどね、ずっとやっててほしい。そうこういうふうに、でこれを膝の裏にね、よくゴルフボールとかを置いてね正座をさせるとかっていうのはね、介護施設なんかでも普通にあるんです。でこういう塊を取ると本当におじいちゃんおばあちゃんも正座できるでしょ、だから効果はあるんです。でもねこれね膝裏だけじゃないのよ、本当に腰もそうだし、この背中もそうだしね、もちろん足首なんかにもそういう塊なんかいっぱいあるわけで、これを見つけて崩していく、でどんどん取れていくからこういうものを使う。でね、なぜねこういうものを使うのか、僕は使うかというとね、今の人たちってね、要するにその情報が欲しい人が多い、なんていうかね、こっちが一方的にこうやって治って、はい緩みましたよって言ってやるっていうよりも、ここに原因があるでしょって言って分からせてあげるためにこれ使ってる。なくてもできるんだけど、これね本人に知ってもらう、これが双方向性、別にこっちだけが分かっちゃダメなの、この人もあ、ここになんか塊あるわと分かってもらう。そうするとお互い意見が一致するんですよね。そうすると体っていうのは自動的によく、ここを治そうっていう意識が強くなるもんだから早くなるんですね。これはもう今までの経験でもう本当によく分かりました、自分も。
やっぱり体を治しているのは本人なんですよ。本人がの自覚力があればあるほど治ってます。どんな病気も自分でやっぱり治してるのでね。だからそれを知らせてあげるためのツールとして僕はこれを作ってるんです。指だけだとね、こっちは分かるんだけどこの人分かんない指、それにこう見つけてここに硬いのがあるっていう、これを自覚させるということですね。これをちょっと意識してやってあげると、やっぱり患者さんの納得する度合いがまるで違います。だからリピートも増えますし、この人はここまでいろんなことを教えてくれる人だ、この人すごいな、そういったその見方をしてくれるようになりますので、これも先生方のね、これからの大きなツールだし、これからの時代の合った治療になると思います。ぜひ試してみてください、どうでしたでしょうか。やっぱりね、これからはね、やっぱり治療もね、心の時代っていうようなものによく聞いたりすることあるじゃないですか、はい、心の時代っていうのはやっぱりその患者さんとやっぱり心が通じ合ってなきゃいけない、はい、いいですよ、終わりましたっていうね、なんかそういうもんじゃなくて、すごかったね、はい、いや、あったねっていう共感し合いながら、なんかこうそのつながり具合のような気もするんですよ。でそのためにね、こういう前さっき言ったこうツール作ったりもする使ったりするんですけど、それこそねやっぱり大事な意識っていうか、今の言った治療に対する意識っていう説得力、はい、それにつながっていくんではないかと思います。だからぜひね、これからもそういう気持ちで、はい、これからの時代ね、もうやっていきたいなと思っています。またこれもしね評価していただけたら、こちらの方にたいいねっていうのを押していただけたと思っています。それからその質問とか、それからそのこうした方がいいな、私の場合はこうやってるんですけどどうでしょうかとか、そういった内容ね、はい、そういった質問なんかも受け付けておりますので、どうぞいいなと思ったらこちらによろしくお願いいたします